はい、どうも、ことです。今日はね、ワニマのファーストフルアルバムエブリバディの中から、シグナルの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、BPM が196ですね。これワニマっぽいかなり爽やかな感じなんで、結構ギターもシンプルで、そうですね、コード進行も結構王道な感じで、はい、とても分かりやすい曲だと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきたいと思います。はい、ここの部分なんですけども、基本的に、パワーコードの、一番下のルートの音を端折って、5度の音と1オクターブ上のルートの音ですね。こういう形になります、基本的に。で、コードがマイナーの場合は、ルートの音とマイナーサードですね。はい、これを2周ですね。これもね、かなりテンポが速いので、かなり右手の練習になると思います。はい、じゃあ次のパートいきます。で、バッキング一緒なんで、コードが、リードパートをやっていきます。はい、じゃあここの部分なんですけど、全部オクターブ奏法です。はい、ここはスライドでつないで、ここもスライドで、で、ここでパワーコードに戻ります。はい、結構比較的簡単だと思います。ちょっと練習すればいけると思うんで、で、次が A メロですかね。 A メロに入ります。はい、イントロサビ全部同じコード進行なんで、これだけ覚えてもらえれば。結構よく使われるコードなんで、はい。なんすかね、間をスライドでつなぐっていうか、ですね。そうですね、まあそこまで神経質にならなくていいと思うんですけど、まあ全部6弦ルートでやるのもいいかと思います。じゃあ次 B メロやっていきます。はい、ここは特にまあずっとパワーコードなんで、コード進行さえ覚えれば大丈夫だと思います。
まあまあ最後だけですかね。そうですね、間をちゃんとミュートして歯切れよく、はい、そんな感じです。じゃあ最後サビなんですけど、まあ、全く一緒なんですけど、まあちょっと一回やっときます。はい、まあそんな感じですから、まあ基本的にパワーコードで、リードもオクターブなんで、まあ結構パンクバンドって感じのシンプルで聴きやすい感じなんで、ぜひね、弾き始めの方にもおすすめですね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。よかったらリクエストと、あとギターソロ、こんなギターソロ弾いてみたいですとか、そうですね、ギターソロなんですけど、なんかワンオクロックとかもまあいいんですけど、あんまりそのギターソロって感じじゃないんで、かといってあのビーズとかやってもあんまりそのバンドマンって感じじゃないんで難しいんですよね。まあロキノン系とかでいいギターソロがあればぜひコメントでまたください。あのバンドでやってるんでこういうギターソロ弾いてみたいんですけどみたいな。はい、じゃあまあそんな感じで終わりたいと思います。よかったらグッドボタンとチャンネル登録と、あと下の概要欄にツイッターのリンクも貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。